自由なんで。あ、本当だ。散策しに行ってます。気づいてない。気づいてない。飽きた。どれだけ荷物が多いな。重いよ。一個だもん。いや、こんだけ人いるからね。じゃあ、桜もまだ。あれ？登りますよっていう、こう、あれは。あ、じゃあどうしましょう。この桜の前で。桜さんって書いてある。じゃあ、あ、いい金田撮影になっちゃったけど。あ、全然大丈夫ですよ。私やりますか？いやいやいや、そんな。全然。任せてください。だって、レギュラーキャスト。あ、そうなんだ。はい。怒られるんで。そうか、登るよ。レッツゴー。さんが結構ヘビがいるんで気をつけて。刺せるで。え？ああ、これワゴン車で下から木降りてくる。見えますね、ここから。あ、見えますか。車が、車で登れるんですが、もうすれ違いが難しいですね。はい。新入社員の浅崎さんです。あれあれなんだ。はい、ワンテイク。今年の新入社員の佐々木さんです。売店に配属されましたので、ぜひ越しの際は頑張ってください。お待ちしております。車来ます。いや、車です。ここじゃないですよね。ここ落ちそう。まだまだだよね。もう一台さ、あ、もう一台行きますよ。おたきさん、車来ます。止まるとしんどいから。で、いいっすかね。はい、もう一度行きます。これ来ても止めるとこなかったら強いですよ。よいしょ、来ましたね。佐々木 P。 なんかすごい後ろから見ると急に老いを感じましたけど。もしかしたら登るときは杖がある。いいですね。あの、こういうなんか杖を持ってきたんですね。後でアップしてみましょう。ええ、これからね、さらに登りますけど。はい。もうすでに息切れが。尾崎ピー息切れです。
はい、でも本当にこういう天気が結構お客さんもいらっしゃっていますから、じゃあ張り切って登って登したいと思います。はい、はい、もう温泉に浸かりたいな。じゃあ帰りぜひ、帰りぜひ、あのうちの帰り、はい、じゃあ行きます。はい、あ、頂上に列号みたいなのいいですか。頂上ですもんね。頂上に列号。疲れてる。はい、今から辰ヶ根山へ向かいます。尾崎 P の上げてこ、上げてこ。だから辰ヶ根山に行くぞ、ゴーっていう感じで。はい、じゃあ、この日々頑張ろう。徐々にレッツゴー。等間がですね、あ、映りますね、あれです、あれです、あの、あの、端、端にこうドンって立ってる白いやつです。これですね。あ、山頂付近の駐車場から、右に見えて白い建物が等間南三陸ホテル観葉でございます。ぜひ登った際には見つけてみてください。標高512メートルの方法です。ほうほう、南三陸町と気仙沼にまたがるんですね。古くは修験の山と知られて、開山は古いですけども、陰陽天皇の昭和年間834年か848年に開山との記憶がある、信仰の場所ともなってたということですね。まあ、あともろもろで画像どうぞ。画像で後で入ります。ではこちらの階段からもうちょっと山頂に登ります。ちょっと私、クマ出没注意で私先に行きます。登ってくるとこ行きます。です、はい、じゃあ行きます。あれ、どっち行くんでしたっけ？これね、どっちでもいいんでしたっけ？どっちでも行きます。どっちはこっち側ですか？どっちか行きますか。あと毛虫がいるのでそこも注意ですね。よいしょ。よいしょ。はい。あ、すごいですよ、ここの景色。になってるのが分かりますね。写真。あ、思い出した。あ、そうだ、発掘、あの道を来るべきじゃなかったんですよ。あの下にも登山道あったんですよ、この道のところ。だから今日大丈夫ですか？今日やばいですよ、暑いからね。いや、うん、疲労感がすごいんですけど。結構やっぱ登ってくるときは何かしら支えになるものがあった方が登りやすいですね。あっつい。いや、あー、ちっちゃいよりかは取った方が、よいしょ、こんな感じですね。よいしょ、きれい。撮れないんで遠くまで。尾崎 P が防衛レンズ持ってます。そんな防衛いらないです。
だね。あ、ぜひ並んでください。クマさんも出てくるんで。はい、さすがです。はい、動画ですね。動画です。あ、撮りますか。じゃあ動画です。何でしたっけ。桜前についてちょっと今日調べてきたんですけれど。いいですね。はい、っていうあの鑑定を忘れてきたんですけれど。はい、桜前さん山頂にやってきました。いやー、素晴らしい景色ですね。こちら見てください。この水平線が素晴らしいですね。まあ、こういった椅子なんかもあってゆっくり太平洋を見ることができます。はい、じゃあ今日初めて登ったですね人たちにこうインタビューしていこうかなと思うんですけど。はい、じゃあ田村さん。はい、あのすごく地図も綺麗に見れて素晴らしい景色も見れて最高です。はい、ありがとうございます。じゃあ飛鳥さん。ここに来るタチヤのジャンプとトムヤ、さすがでさ、さっきも、きゃ、きれいです。きれいですね。ありがとうございます。いや、これ、ちょっとね、さっきねスイッチ押ささってない事件がありまして、もう一回あの再度撮ってるんで臨場感なくなってますね。ちょっとね、まあまあ再放送みたいな感じで。いやー、じゃあちょっと辰金さんのうんちくが少しあるそうですんで、じゃあ遠藤さんお願いします。辰金さんは田んぼに花束の束山って書いて、たつがねさんって今は読むんですけれども、昔は、たつに月の龍っていう感じで、たつ、たつがねさん、はい、あと山の峰って書いたらしいんですけれども、それがこう短くなってたつがねさんってなったらしいです。それでその龍っていうのが太平洋を今アップしてみますね。はい、龍の、ちょっと龍のこの形、はい、見えますかね。龍の形どこがどこっていうのが、はいはい、右上の方にこう太平洋に横たわってるような龍の尾っぽがある、はいはいはい、ということから、で、うたつの地名でなたりたたりってあるんですけれども、龍の右足左足と言われてるみたいです。で、多分龍の尾が一番上の右上だとすると、その下が足に見えるんで。なるほど、皆さん分かりましたか。で、その反対がこのまた足になるので、はいはいはい、太平洋に横たわってる龍ということで、うがねさんです。なるほど、うちくありがとうございます。はい、分かりやすい。これも2回目ですかね。はい、うん、自生。あ、これ全て自生なんですか。すごい、すごいですね。富山にこまとまって、約5万本自生してるらしいので、なんか花言葉があるらしいので、花言葉は、はい、見てみたい。花言葉、土自体の花言葉が節度、慎み、慎になりましたね。はい、なのでよくこう辰金さん紹介の文とかに燃え上がるようなっていうフレーズがあるのは、そ
なんかその恋と関係してるのかなって思いますね。はい、皆さん景色を楽しんでいらっしゃいます。ちょっとこういう絵を撮ってきましょうかね。アウトカメラでございます。この歩いてる感がねまたいいんじゃないでしょうかね。じゃあちょっとその辺にいて歩いてくる感じをあれしましょうか。どうぞどうぞ。はいはいはい、じゃあ行きます。はい、はい、そうです。ああ、おじいさん、ありがとうございます。おじいさんの社長さんでした。回収した方が登りながら撮ってこよう。これ私一番後ろの方がいいですかね。もうあれば前もあれば、おっとでもほら、最初に前行きなよ。前行きますか、じゃあ。修正すると思います。登って、降りてきてるでしょ。うい、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 うい。お、ぐるんぐるん。あ、いいです。めちゃくちゃいいですよ。いいですか？はい。俺、基準してくれるよね。あ、なるほど。あ、まあいいよ、いいよ。あ、いいですよ。あ、すごいいい線。良かったですね、はい。実はここ、下ったところにですね、宇多津地区というところがあるんですけど、そこに、復興した後の商店街があります。浜ある宇多津ですね、はい。ここにね、ちょっとを見て帰ろうかなと思っておりますので、お願いします。じゃあ、まあ、こう。はい、浜荒れ宇多津に来ております。はい、お疲れ様でした。ここね、宇多津地区の商店街という形になっております。で、今度新しくですね、こちらの方、宇多津郵便局っていうのができておりましてですね、新しくできております。こういう郵便局ですね。ちょっと外観だけということで、こんな感じでございます。衣料品屋さんとか、お土産屋さん、そしてお土産屋さん、酒屋さん、あと飲食店とか、そういう感じでしょうかね。はい、手作りくるみ番付っていうのはなんかちょっと気になるなぁ。なんでしょうかね。
日も今日お休みなんですね。あ、どこに？白魚なの？白魚違うんじゃない？ちょっとじゃあちょっと見てみますか。私を撮ればいいですね。私から外で持ってればいいじゃないですか。うん、何ですかそれ？何商品売ってる？食べたい。美味しそうですね。食べたい。チーズが入ったチーズイン。美味しそう。絶対美味しいじゃん。こんな感じで海景色も見えるところでカメラが行かないな。海景色が海景色が見えますよ。ちょっとしか見えない。ちょっとしか見えないですけど。あれ？え？待ってます。え？白魚あの白魚がなかったんで。白魚の方、白魚と白魚違うんですけど、あ海で取れる方、あの買ってみました。これはどうやって食べるんですか？これは普通に生姜、まま生姜醤油とか刺身的な感じで、うん、刺身的に、あのよくこれ、はい、どうも